メルセデス・イエリッツァ、これをやるためにメルセデスをスカウトしてる。もう一度あなたに会えるなんて思っても見なかったわ。ああ、本当に懐かしいわね、エミール。こうしてお話しするのは何年ぶりかしら。お前がバルタルスの家を出た時、私はまだ八つの子供だった。私もあなたもすっかり大人になってしまったわね。まあ、姉弟の指定な。そのお菓子が好きなのは変わってないみたいで、なんだか安心したわ。ああ、久しく食べていなかった。そうよね。だってこれの作り方は世界で私とお母様しか知らないんですもの。ルールに教えてたやつやと思うけど。口の周りにお菓子のかけらが。拭いてあげるからじっとしててね。やめてくれ。かわいいやつよ。今だけはお姉ちゃんらしいことさせてくれたっていいじゃない。メルセデス、お前が愛した私はもういない。たとえあなたがどんなに変わってしまっても、あなたはずっと私のたった一人の弟よ。お父さんが違うんだよな。お母様にとっても私にとっても、あなたはかけがえのない家族なんだから。母上は息災か。よかったら今度お手紙を書いてあげて。今のろくでもない父親も。そうだな。この息子が出てったらビビり散らかすやろうな。お母様も私もずっと後悔してきた。あなたも一緒に連れ出すべきだったって。バルテルスのお家にあなたを一人で残していくつもりなんてなかったのに。いや、お前だけを連れ出した母上の判断は賢明だった。後継ぎとなる私を連れ去れば、父は血眼でお前たちを探しただろう。そして見つかればお前たちは無事ではいられなかったはずだ。お母様も同じようにおっしゃっていたわ。確かにお父様ならそうしたでしょうね。そのあなたの話は聞いているわ。バルテルス家の人たちを。何歳の時に殺したんだろうな。殺したって。私を恐れているのか。8歳で家出てるんだろう。下げ住んでいるのか。ううん、そういうわけじゃないわ。でも人の命を奪うのは良くないことよ。それがわからないあなたじゃなかった。だからずっと理由を聞きたかったの。どうしてお父様を殺したの。殺したかったからだ。もうすぐにそうやってはぐらかす。あなたってこういう時声に出るのよね。うん、言いたくないなら聞かないわ。いつか言ってもいいと思った時に教えて。そうだな。いつか話す時が来るかもしれん。ええ、期待しないで待ってるわね。トゲトゲ好きやけど、イエリッツァ甘いものも好きなんだよな。イエリッツァがトゲトゲ好きっていうよりは死神騎士がトゲトゲ好きなんだけど。ここで今だけしか見れんイエリッツァを
でかいな、193センチ。26歳。え？ 26 歳。ってことは？あ、そうか、5年経ってるからな。28歳。あん時で23歳だったんだな。それって、うん、ヒューベルトよりも全然年上だな。一人だけだいぶお姉さんだな。まあ家庭が本当に複雑だったからな。メルセデスのお父さんお母さんの状態から、お父さんが死んだんかな。そっからイエリッツァのお父さんとお母さんが再婚して、イエリッツァが生まれて、そっからお母さんと二人だけで逃げて、今の養分、というよりは教会に逃げたんだけど、そこで今の養父に目つけられて、無理やりかなんか知らんけど、お母さんがまた再婚してて、三人目のお父さんっていうことなんやな今。すげえ複雑だ。コンスタンセ A かな。失敗ですわ。なぜですの？私の理論のどこに間違いがあったというんですの？あの素材は一回限りのもの、次はいつ手に入るか分かりませんのに。あなたが申し訳なさそうな顔をすることはありませんわ。あなたは私の指示に従っただけですもの。失敗の責は全て私にありますのよ。しかし偉業は遠のきましたわね。ヌーベル家の未来に暗い影が。ね、この程度でへこたれてはいられませんもの。私としたことが焦っておりましたわ。もう5年以上と、されどたかが5年、ヌーベル家が重ねてきた歴史に比べれば大河の中の一筋のようなものですわ。あなたに励まされてしまうなんて、私としたことが不覚を取りましたわね。コンスタンツェの先生への評価低いな。感謝しますわ。あなたのおかげで私は諦めずに折れますもの。私のために研究を手伝ってくれて、こうして応援してくれる私にとって、あなたという存在はまさに最高の従者、従僕ですわ。あなたの従僕っぷりは全然嬉しくないな。やはりヌーベル家を再興した暁にはあなたをどうしても雇い入れませんと。よく考えるとあなたの今の立場では到底無理な話かもしれませんわね。ですが私は諦めませんわ。家の再興だって、あなたのことだって、何だって必ず実現してみせますわ。しつこそうだな。ご覚悟はよろしくて。まあ、冷静。その話を蒸し返すなんて失礼ですわ。私にだって落ち込むことはありますのよ。そうなったらあなたが励ませばよいのです。仕方なく口にしたような微妙な印象がありますが、まあいいですわ。これからも私のためにしっかり働いていただきますわよ。高笑いが似合うな。メルセデス・イエリッツァの美。お、エミール、そろそろ軍議が始まるから呼びに行こうと。
やべえ。あら？顔色が悪いけれど、どこか怪我でもしているの？エミール？殺したり、死神が出てきてる。ここには老けるべき逸楽がない。逸楽おじさんになってる。耐えられん。貴様の血を浴びれば少しは渇きを癒せよう。エミール、死神騎士なのね。雰囲気が違うもの。さすがお姉ちゃんだぜ。エミールじゃない。名など無意味。寛容なのは殺すか殺されるか、それだけだ。そう、殺したいなら殺せばいいわ。あなたにはその権利があるんですもの。権利？けどそんなん、死神騎士が生まれたのは、死神騎士から戻った後でもう耐えれんだろ。私たちのせいでしょ。私たちのいなくなったバルテルス家で、あの子はずっと孤独だったと思うわ。紋章のない兄たちからしてみれば、私たちもあの子も邪魔者でしかなかった。あの人たちからの暴言も暴力も、三人一緒にいたから耐えられたのに、あんなところに一人でいたら壊れてしまうのは当然だわ。助けに行くべきだったんでしょうね。自分を犠牲にしてでも。馬鹿げた行動。けれど時間は戻らないわ。今の私にできるのは償うことだけ。それは、エミールに戻ってる。違う。エミール？18年前のあの日、私が母上に言った。私を置いていけと。8歳やで。何を言っているの？どうしてそんなことを。私はお前を守りたかった。お前に会えてよかった。お前が生きていると分かって嬉しかった。すまなかった姉上。エミール。8歳のエミール、男前すぎるやろ。メルセデス・コンスタンセ。ああ、私夢を見ているようですわ。メルセデスお姉様に再会できるなんて。そうね、一番初めにおったところが帝国なんだよな。すっかりこんなに大きくなっちゃって。帝国貴族。本当に心配しましたのよ。お姉様がバルテルス家を出たと聞いて。2番目の家の時に知り合ってるんだな。無理やりエミールに聞いても何も話さないし。ごめんなさいね。あの頃はバルテルス家の中でもいろいろあって。そういうコンスタンツェこそ元気にしていた。いろいろ大変だったでしょう。ヌーベル家は取り潰され、私は単身王国の魔導学院へ。あら、王国の魔導学院？それってあのフェルディアのよね。実は私も士官学校に入学する直前まで魔導学院で勉強していたのよ。なんですって？私学院を出たのは1177年なのですけれど。ああ、私はちょうどその年に入学したわ。
すれ違いになっちゃったのね。そんな、あと少し学院に残っていればお姉様に会えたというんですの？子供の頃はあなたを本当の妹みたいに思っていたけれど、今は私がコンスタンツェの後輩なのね。これからもよろしくお願いします先輩。私がお姉様の先輩、なんだか垂涎の響きですわね。せっかくまた会えたのだし、お茶でも飲みながらお話ししましょう。まあ、なんて素敵なお誘いなんでしょう。喜んでご一緒させていただきますわ。ではお姉様、私は早速茶器の用意をしてまいりますわね。あらあら、そんなに慌てなくてもお茶は逃げていかないわよ。いいえ、今急がずにいつ急ぐのです。お姉様とのお茶会なのですか。あら、どうしちゃったの？急に立ち止まって。何かあったの、コンスタンツェ？うかつすぎる。私めに貴重なお時間を割いていただくなど、恐れ多いにも程がありますわ。どうぞお姉様はご友人の方々と心ゆくまでお茶を楽しんでくださいませ。私はその横で給仕に徹しておりますから。卑屈。ああ、もちろん。私の存在がご不快ならば。ちょっと待ってちょうだい。どうしちゃったの、コンスタンツ。私の事情など聞く価値もございませんわ。茶葉を取ってまいりますので、これで。さっきまでは昔のままだったのに、一体どうしちゃったのかしら。何か事情がありそうだけど、聞いてもいいのよね。イエリッツァ。どうした、飯を食わないのか。菓子を食っていただけだ。何か言いたいことがあるのか。私も人だ。食事の好みメルセデスの弟だからな。用があるなら甘いもん好きなんだよな。菓子が溶ける。食事が済んだろうな。そうであって、そうではない。今の私はイエリッツァ・フォン・フリム。皇帝も軍の者も私を死神と呼ぶが、あれは私の中に住む魔物だ。私であって私ではない。奴にとっては血と戦いこそが食事のようなもの。こうして人間らしい食事をしている間だけは私は私でいてもいいだろう。そうジロジロと見られていては食うに食えん。他に話すようなことはない。言ってくれ。先生もあんまり喋らんしな。ヒューベルト。ここはいいですな、先生。女神などいないのだと感じさせてくれる。いえ、CB となんとか先生を暗殺しようとしてたけどな。は承知しておりますよ。だがこうして大修道院が壊れようと天から罰が下されることなどない。
ここに再び白き者が舞い戻ることがあるとすれば、それはただの戦争の結果であって女神の力などではないということですから。好きか嫌いかで言えばそうですな。女神は世界を正しく統治できませんでした。何百年前の話なんだろうな。なるべく立ち上がったのはそのせいなのですから。力を持つ者はそれを正しく行使せよ。セイラス教団の教えの一つでしたかな。まったく、己のできぬことを人に説くとは肩腹痛いものですよ。それは道理ですな先生。ですが人の道理です。人ならざる身を持ち、人を遥かに超える時を生きる者の道理ではない。故に我々は人の道理によって戦うことを選んだ。レスバ強いな。貴殿は敵に最も近しい存在。果たして最後まで人の道理によっていられますかな。頼もしい顔をしますな。思わず私も信じて背を預けてしまいそうになります。楽しそうだ。我が命は主エーデルガルト様にすでに捧げてあります。故に貴殿と一蓮托生のような生き方は決してできません。ですがもし私に二つの命があれば、残りの一つを貴殿に預けるというのも悪くはなかったかもしれませんな。認められた。従者としてとはまた異なる対等の仲間として。そろそろ出陣の時間ね。用意はいい？頼もしい返事ね。もういきなりクロードか。相手に好きだけは見せないで。クロードは軍略もそうだけれど、彼自身にも注意を払わなければいけないわ。彼は魔球フェイルノートを扱う弓の名手。倒すのは困難を伴うでしょう。リーガン家に伝わる英雄の遺産よ。フォドラ実血の一人が使った弓ね。先生はフォドラ実血の伝承を正しく知っているのかしら。人が作り出した武器である英雄の遺産を、セイロスが実血を殺して集めたことを、力ある王だったネメシスは、嘘くさいなこの話、人間を操って打ち倒したことを。それはセイロス教団が広めた偽りの歴史。本当はただ争ったに過ぎない。人の上に立つのが人なのか、それとも人ならざる者なのか。なんかちょっとどちらかといえば白き者と、レアセテスの方がこれに関しては信じられることない。なぜそれを知っているかって、代々の皇帝に伝えられてきたからよ。セイロスに本当かな、曲げられてない。協力した人間というのが帝国の初代皇帝なのだから。だってさ、結局意外から多分作られてるんだよね。あんなに大切にしてたレアとかがそれをしそうにないんだよな。あなたが解放王ネメシスと同じ天帝の剣を持っているのは、人間の骨から作られてるならまだあり得るかもしらんけど、その剣を手に歴史をねじ曲げようとする者たちに立ち向かうという運命。自分たちの眷属はすげえ大事にしてたもんな。
ガルグマクより出陣の気配ありか。予想よりも早いな。ミルディン大橋を奪われたのは痛手だった。先生が生きてたのもか。それにジュディットのやつ、死にそうになったら逃げろと言っといただろう。ったく、俺のせいで人が死んでいくな。この人初デカ、ナデル。キーロルデランと出てこんかったっけ。ナデル、下手な冗談はやめてくれ。俺を慕い、俺を信じる同盟の連中がどれだけいると思ってんだ。まあそうだろうな。ということはだ、あれか。あれをやる。頼んだぞ、ナデル。デアドラに攻め寄せた連中の度肝派手に抜いてやれ。上昇ならずとも腐敗を誇ると謳われた我らの強さ、思い知らせてやろう。あとは先生、あんたを見極めてやらなきゃな。助かった。助かっちゃったわ。わあ、なんか難しいことなってきたな、時間的に。支援情報があと 2,3 あってくれればちょうどなんだけど、これ見ちゃうか。ええだけど、これは好き。トゲトゲ。DLC です。多分声優さんもノリに乗ってるな。すら方便だった。もうよくわかんないですけど、イエリッザさんも大変そうですね。そういえばベル、なんで医務室にいるんですか？私を見て倒れたからだ。そんなことあるわけないじゃないですか。イエリッザさんを見て倒れるなんて。なんか寒気がしたので、私部屋に帰ります。
こことイエリッツァを上げなあかんの忘れてたな。あとフェルディナントと、リシテアは結局支援はないんだな。この仲間の状態であれば勝手に発生してくれるんだな。どうも見る予定いなかったけど、時間つぶしのためにフェルディナントとメルセデスを見ようかな。お、これも A まで行くなら見てもよかったんだけど。あら、フェルディナント、あなたもお祈りに？ああ、そうだ。それに大聖堂の空気が好きでね、この神聖で荘厳な雰囲気貴族にふさわしいと思わないかね。そうかも。そうだろう、やはり分かるものには分かるのだな。そもそも信徒である貴族は祈りの務めを果たさなくてはならん。エーデルガルトも教団の手法は否定するが、主への祈りを否定することはない。信仰の面でも貴族が平民の模範となる。これも貴族の大事な役割だと思わないかね。そうね、そういうこともあるわよね。にもかかわらずだ、ほとんど祈りもしない貴族も少なくない。全然響いてないのに気づいてない。この大聖堂にいるのは君と私だけ。なんと嘆かわしい状況か。私は厳密に言うと今は貴族じゃないんだけど。貴族たちの誇りが失われかけている。君はよく一人で祈っているのかね。そうね、よくあるわね。やはりそうか。しかし無理強いはできんな。真の貴族ならばいかに祈りを捧げ、いかに信仰に対するか自ら決めねばなら。他人に与えられる信仰など本当の信仰ではないと思わないかね。そうね、うん、そうよね。だからと言って眠たそうなってる。手を招いているわけには。なんだか眠くなってきちゃったわ。じゃあね。君は何か考えはないか。メルセデス？どこだ？まさか何か行動を起こしに行ったのか。一人よがり。負けていられんな。こんなとこかな。もうあと見たらまずいもんな。よし、そしたら今回はこんなとこにしようかな。